隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなく、ゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば、生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった。力になる。市民のためによ。あなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことからな。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにやれ。わかった。隊長、こりゃまたひどい傷だな。かすり傷だ、どうってことない。今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら、俺が変電所までナビゲートする。了解。急ぎましょう。
生存者がまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すれば行ける。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ消せる。何？火を消さなきゃ。
ところ鉄道会社のようね。ダメね。
よし。